着室はマジックボックス。こんにちは、沈んだ五十嵐です。このパンツ、イネスのウルワイドパンツなんです。とってもあったかいです。そしてこのトップス、JW アンダーソン、そりゃ一つ一つはシックで素敵なのよ。ローファーもイーボルさんだけど、なんだか幸せ感がないじゃございませんか。そんなわけで、どういう風にこれを調理したら幸せな気分になれるのか。ほら、開運が2023年の開運色も入ってたりとかすればもっと良くなるんじゃないか。そう思った五十嵐をご覧いただきたいと思います。このコーデなんですけれども、全身紺にしてます。でその間にね、このようにマルニのヒートテックのタートルネックティーを合わせてますが、こそっとね、こういうボトムスとトップスの間にオレンジが入ってたりとか、袖口からちょっとオレンジが見えてたりとか、首元から見えてたりっていうのが、やはりこのマルニのいいところなんじゃないかなって思います。やはりね、冬って濃い色とかね、暗い色が多いじゃないですか。その中にどんな色を忍ばせるかっていうのが、あなたのカラーになってくるんじゃないでしょうか。まあ、またマルニと思いかもしれません。いや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 、この時期にね、パンツちょっと薄手のもの、この間買ったはいいけれどもう寒くなっちゃったとかね、マルニのバギーパンツだってすごく中にモコモコっていうのがついてるわけでもないじゃないですか。じゃあこういう薄手のものをお召しいただく際にどうしたらいいかっていうものも一緒にコーディネートしていきましょう。というわけで、このチャンネルを最後までご覧いただいて、楽しかった、もっと見たいと思っていただけたら、どうぞチャンネル登録ポチッとお願いします。それでは行ってみよう。はい、それではどういうパンツがこちらに並んでるのかご紹介したいと思います。はい、こちらはもうねご紹介して、ただ動画の中で私はちょっとこの2つはまだ履いてないんですね。マルニのメリノブレンドリブボーダーセミフレアニットパンツ、はい、65番のブルー 40% アクリル 30% ウール 15% ポリエステル 15% ナイロン、 L サイズ4990円というものと、それからグリーンのね、サイドにはちょっと黒がラインがこんな感じに入ってるんですけれども、ずっと派手な感じのレギンスを履いてましたので、こちらのね、足首のところが黒くなってますね。そしてこちらが同じくマルニのバギーパンツです。はい、バギージーンズですね。なかなか鮮やかな綺麗な色なんです。ただし本当にジーンズなので、これからの時期本当に寒さしのぎはできるのかっていうところもお話ししていきたいと思います。そしてこちら、五十嵐さん、こんな寒いの今の時期履かれたらちょっと履くことないわよなんて思いの方も多いかもしれません。これザラのサテンシルク風なパンツなんですけれども、はい、サテン地のパンツです。これね、今着ているこのセーターってツヤがないじゃないですか。光を吸収するタイプでしょ。で、こういう輝度のないもの、要は光を吸収してしまうものに対して、こういう光をね、反射するようなものを合わせるっていうのが、やはりおしゃれな印象を与えやすいんです。どこかにね、全部マットなもの、光を吸収するものではなくて、どこかに、特に顔の近くじゃなくてボトムスの方でもいいので、冬はこういうね、ツヤのないものに対してツヤのあるものを合わせるっていうのが最近の流れだし、実際にその方がおしゃれに見えるわけだから、今回はパンツだけれども、スカート、ロングスカートのこういうシルクサテン風のロングスカートっていうのも結構最近出てます。はい、というわけでこれをどんな風に調理していくかご覧いただきたいと思います。はい、じゃん。はい、そういうわけでこのように合わせてみました。いかがでしょうか。このね、紺のね、ツヤのないマットなタイプがある意味でちょっとだけ引き立つようなところがありません。で、中はね、今履いてるのはマメさんのヒートテックタイツ、シアタイツを履いてます。で、もちろんね、中にね、ヒートテックのこのパンツを履くっていうのもあれなんですよ。まあ、もちろんね、この下にグリーンを着たら透けるんじゃないかってお思いになるかもしれません。でもこれ黒透けてます？透けてないでしょ。ちょっとこれグリーン履いてみます。はい、じゃん。どう、今グリーン履いてきてるんですけど、タラン、透けてないでしょ。グリーンっぽくないでしょ。はい、このようにね、サテンシルク風のものって意外と透けないんですよ。はい、意外とね、あの生地が目が細やかなので、はい、こんな感じでいかがでしょうか。でね、このマルニさんのこのグリーンのリブはこうやって見せるとね、ちょっとグリーンあの人ちょっと上げた時にグリーンがなんてなるかもしれないけれども、ここのね、下が黒になってるから、例えば黒タイツを履いてたとしてもあんまり違和感がない。わざわざこうやって上げる人はないと思うけれど、はい、
こんな感じに中でね、中にレギンスを履いていただいて、こんな薄い素材嫌だわっていう前にちょっとトライしてみていただきたいと思います。決して見た目がそんなに寒く見えるようなタイプではないんですよ、光沢があるからね、はい、これで光沢がなければちょっとペラペラって感じがするけれども、はい、合わせやすいんじゃないでしょうか。でもう一つね、私ほらマルニでポップコーンニット V ネックの、それもこのパンツこういう風に合わせられたらどうかなっていうのを着てきますので、待ってじゃん。はい、いかがでしょうか。ポップコーン V ネックセーターと合わせてみました。このようにマフラーを巻いて、ね、別にこれ結ばなくてもいいんですけれども、ちょっとなんかフードがねついてるみたいに見えません？はい、これ結ばなくてもいいんですよ、こうやって、はい、こんな感じでこのままでもいいと思うし、例えば片方だけこんな感じでやってもフードっぽくなります。はい、でね、いやもう上のフードの話じゃなくて話したかったのは、このサテンパンツと合わせたらなかなかいいんじゃないっていう話なんです。ブーツはザラの、ね、布製のブーツなんですけれども、はい、この上には相変わらずダラララーングリーンの、はい、ピートデックレギンス履いております。このように、はい、暖かいぬくぬくのまんま、このツヤ感のあるものとツヤ感のないこのポップコーンセーター合わせたらなかなか高級な感じになりませんか。ちょっとスイスに休暇に来てるマダム風なんつってっていう感じなんですけど、はい、これねずっと話してたんですけどね、この編み方、編み地がなかなか高級感なんですよ、さすがのマルニ。もうね、これマルニのお店で売っててもいいっていうぐらいのセーターだと思います、この高級感。はい、なかなかこのブルーをねご自身で、いやちょっとブルーは寒々しいのとか似合わないと思われてる方は、ちょっとね下にこういうツヤのあるものをお召しになることによって、よりねその自分のツヤがプラスされるっていうこともありますので、お試しになってください。はい、じゃん。はい、いかがでしょうか。中にねこのヒートテックを入れてみました。この合わせもいいですよね。でちょっとウエストのところこうやって出して、短いのがね不得意な方とかは特にいいんじゃないでしょうか。はい、そしてねこのたっぷりのバギージーンズの下にドゥル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 、こちらを履いております。もちろんいいんですよ、こちらのヒートテックの方のレギンスでもいいんですけど、これ履いててもそんなに外に響かないと思いません？どう？ほらどう？そんなに気にならないでしょ。やっぱりこの辺りがピタッとしてるし、で裾だけがフレアなんで、だから意外とねこのバギーパンツを1つ大きめぐらい購入してもありだと思います。はい、いかがでしょうか。寒がりさんはね、いや私そんなの履いたらちょっとぽっちゃりして見えちゃうっていう方はもうおすすめしません、レギンスを中に履くようにいただけたら良いと思います。で今日はね靴下まで履いてしまうとちょっと大変、散らかってしまうので、靴下はちょっとまたね別にいろいろとコーディネートしたいと思うので、今回は黒のタイツ一択で進めております。はい、いかがでしょうか。このようにね、デニムでもバギージーンズ的なねこれぐらいの太さがあるものの中にいろいろ履き込む、着込む、こういう風に中に着込むということで、厳しい冬を一緒に乗り越えていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。というわけでね、私の今日のコーデですね、こちらがイネスとのコラボのウールワイドパンツです。はい、そして上に着ているのがジェン・W・アンダーソンのちょっとこうゲージの粗いあったかい感じのセーターです。はい、そしてロンパーはイーボルさんですね、トゥーウェイのスウェードタイプのものです。はい、というわけで試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと、何といいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。 LINE 公式アカウントとオンラインサロンもどうぞ概要欄からお入りいただけたら嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。